はい、こんにちは。今日は晩婚の持っている玉助さんのご紹介です。どんな感じの内容になるんでしょうかね。ちょっと楽しみですね。晩婚ね、結構実は憧れていたので楽しみです。さあ、行きましょう。こんにちは。一回閉められちゃったからどうしようかと思っちゃいました。はい、玉助さんのご紹介です。どうぞよろしくお願いします。玉助さんです。よろしくお願いします。残念ながら いい男なんですけど、顔出し NG ということなので、はい、ちょっとあの首の部分から上はカットしてお送りします。キャンピングカー歴ってどのくらいなんですか？買ってから9年ぐらいですね。あ、9年。あ、結構長い、ベテランの人なんだ。知らなかった。ちなみにこちら、キャンピングカーの、車体はミスティックさんの、はい、ウィンピアジーズっていう。ほほ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 。ミスティックさんっていうと、あのアルミボディをふんだんに使っているメーカーさんっていうトラック系のイメージが、トラキャン系のイメージがあるんですけど、もうバンコンもあるんですね。なんで購入した感じなんですか？何か、まあ、元々欲しいなっていうのはあって、はい、まあ、あの震災以降、はい、3.11、はい、もう含めて災害化にもなる、うん、まあ、買ってからは思い立ったら即遊びに行ける、はいはい、で泊まるところを気にしないでいろんなところに自由に行ける、はい、っていうところがやっぱ魅力ですね。うん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 。それではキャンピングカーのお気に入りのポイントをちょっとご紹介いただければと思います。お気に入り、はい、まあ、全部、まあ、気に入ってるんですけど、はい、やっぱりこうワンボックスなんで中の移動自由に行き来できるっていうのと、あ、はいはいはい、まあ、ハイルーフなんで、まあ、ちょっと俺じゃ頭使えるんだけど、それでも結構ストレスなく移動できる、うん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 、まあ、あと装備も一通り整ってるんで、はい、特にそんな不具合感じることもなく。そうなんですね、うん、でちょっと装備の方を拝見させていただければと思います。じゃあまずは、入り口入ってまずは冷蔵庫ですね、はい、冷蔵庫これ旅先ではとってもいい装備じゃないですか、ね、夏場なんかもういつでも冷たい飲み物、ね、そうですよね。あと特産品とかね買って、ね、はい、また違うところで移動先で食べたりとかなんで、はい、お酒のつまみなんて、ね、できますもんね。テレビ、まあ、テレビは一応つけてますけど、はい、あんまり見ることはないですね。電波の入りってどうですか？まあやっぱり田舎に行くこと多いんで、つながらないことも結構あります、ね、あ、そしてこちらがベンチレーターですね、はいはい、やっぱこれは必須ですよね。必須ですね。もう夏場はもう絶対必須、うん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 、うちも分かります。これないかったら多分もう扇風機使ってもやっぱこれには勝てないですよね。風の通りが全然違います。はい、それと FF ヒーター、冬はねここにあるのかな、ね、FF ヒーター引き出し口は2つ、こことこの反対側の、この下ですね、ベッドの下です、ね、ちょっとベッドの下にあるようです。ちょっとここで見えるのかな、ここで見えますね。こうやって見ると下の収納もいいですね。そうです、収納は困ることないですね、多分ね、上はサイドこうやってねありますし、収納でいうと、玉助さんの こちらの車はマルチルームがあるんですけど、マルチルームも全部収納にしてますね、されているということで、うんうんうん、これはねもう収納バッチシです。でお友達とか来てもね、リアベッドをうまくこう広げれば寝れちゃいますもんね。そうですね、2段ベッドになってる、うんうん、これはいいですね。こう時計とかもあると、すでに時間とかもこれだけ大きいとね、遠くても分かりますもんね、うん、これはいい。そしてこちら、バッテリーの残量計、
これ僕初めて見るタイプなんですけど、これボタン押すとね一発で分かるっていうところもいいですよね。そうですね、なんだ範囲で今このくらいの位置にありますよっていうのが大体で目安で分かる。正直ね結構十分かなと、はい、数値で分かんなくていいと思います。うん、本当にこう見た目の残量見えるかじゃないけどパッと、どのぐらいっていうのは分かるだけで全然いいと思うので、私は十分かなと。はい、そして隣には、必須な電子レンジがありますね。これないとね、これもうちょっちゅう使いますね。やっぱそうですよねこれがないとなかなかね。はい、それとこちら玉助さんの方でもともとなかったところから付け加えたとおっしゃっていたこちらですね。これあれですよね、マグネットになっていてこう動かないというところで、もともとは下駄箱の上にこのこれをつけられているということです。じゃあちょっと運転席の方行ってみましょう。さあこんな感じになってます。やっぱハイエース、走行性とかを考えた車というところで、リアのカメラバックカメラですかね。あ、そうです。はい、あ、常に録画もされてる。前と後ろは常にドライブで録画してます。お話を伺いしたところ振動も感知するタイプだということ で、 あでエンジン切った時はまあ消えるんですけど、何か衝撃があった時にはそこから録画開始する。いたずらとかね防止にもなるし、そういうのもやっぱ必須ですよね。このハイエースのバンコンを買って、はい、ライフスタイルってどんな感じで変わりましたか？まあ、やっぱり休みの日とか、ね、ちょっと時間があるときに気軽にやっぱり行けるっていうのはすごい魅力的というか、それが多分一番大きく変わったんじゃないですかね。あはははは。それでは最後です。いわゆるいろんな車キャンピングカーにもあると思います。はい、軽キャンからこうね、大きいバスコンまで、はいはい、今回バンコンということで、はいはいはい、バンコンの購入に悩んでる方にメッセージいただければと思います。はいはい、まあキャブコンに比べちゃうとやっぱ居住性ってところではやっぱりストレス、ね、高さとか、スペース的なものを考えたらストレスはちょっと感じるかもしれないですけど、まあ、普通に走行する分にはもう全然普通車と変わらないとは言わないですけども、全然走りますしまあちょっと風とかは気をつけなきゃいけないですけどね。まあ、全然キビキビ走ってくれますし、あ、本当違和感なく、街乗りとかも全然行けますし、気をつけるのはあと駐車場の高さぐらいですよね。立体とかは入れないんで。ああ、そっかそっか、それはそうですよね。機能性は本当バンコンは素晴らしく、キャンピングカーとしてはいいと思います。居住性に合わせて機動性も求められる方は、バンコンがおすすめですよというところですかね。あとは家族構成とか、使う人数によってっていうのもあると思うんですけど、はい、まあ、一人二人だったら全然あ本当だと思います。そうですね、じゃあ一人二人でちょっと悩まれている方はバンコン十分ありだ、全然ありだと思いますね。アイテムになりますね。はい、うん、ちなみに玉助さん、これリッターいくつぐらいなんですか？リッター89ぐらい通常、高速乗ったら10超えるぐらい。ガソリン車の 2700cc か。2700あったらパワー的には申し分ないですよね。パワー的には申し分ないです。まあ、大体80から100キロぐらいの間で走ってたらそれ、もうそれ以上出すのはダメですか。ありがとうございます。それでは本日は玉助さんでした。はい、ありがとうございました。ありがとうございました。